はい、ということでね、おはようございます。犬犬です。はい、ということで今日はね、受験生で YouTube やってる俺の夏休みの一日密着ということでね、はい、やっていきたいと思います。で、なんで今ワイシャツ着てんのかっていうと、これから三者面談があるからです。はい、ということで今こんな時間なんですけど、これから三者面談ということでね、やっていきたいと思います。ねえ、はい、今ね、三者面談から帰ってきましたということで、時刻が10時27分ということでね、こんな感じです。くそ眠いよ。今日はなんてですね、1時からね、夏期講習があって、まあそれに行かないといけないということで、今からちょっと今日テストがあるんでね、夏期講習で勉強します。はい、ということでね、あれから結構しばらくね、勉強してて、で、今の時刻こんな感じですね。12時13分ということで、はい、じゃあね、今から夏期講習、行ってきまーす。はい、どうも皆さんこんにちは、深海魚です。はい、ということでね、今回なんですけど、今ね、その夏期講習から帰ってきました。明日からね、2日間、まあ今まで毎日のようにあったんですけど、2日間休みということでね、ああ、もうこれ神だって思ったらね、ありえない量の宿題が出されるというね、もう最悪の事態になりました。僕はね、もう生きていける気がしません。現場からは以上です。はい、どうも皆さんこんにちは。メイド服着てるんですけど、今ね、ちょっと動画撮影1本終わりました。はい、ね、今ちょっと帰ってきて、今の時間どんぐらいだ？今、まあこんな感じだね。まあ1時間ぐらいかな、ざっと。なんですけど、まあ、まだ、今このね、一日密着は今継続中ということで、撮影が続行中になんですけど、同時進行で2本動画を撮り終えたということで、で、まあ、もう1本ね、実を言うと溜まってるのがこのカメラの中にあるんで、まあ、今3本ね、溜め撮りができてるということで、お風呂入ってきまーす。はい、風呂出ましたということでね、今こんな感じです。7時半ですね。だいたいまあ30分ぐらいかな。うん、ちょっと長かった。よくあれ出たのでね。一応僕はね、これでもね、肌のケアはしてる気でいるんでね、ちょっとこれです。この二つなんですけど。まあ。なんか昔ね、塗り方がひどいみたいなこと言われたんでね、ちょっとちゃんと塗っていこうという誠意を見せたい。うん、オッケー。乳液だね。あーリアルにも多分半年くらい続けてんのかな、俺。なんだけど、効果があるのかもうマジでわかんない。てかもう、肌が綺麗になるビジョンが見えないんですけど、まあやってますね。続いてですね、ドライヤーですね。ドライヤーやっていこう。はい、ということでね、じゃあ今から、そうだな、何やろうかな。やることしかなくてさ、逆になんか何からやればいいかわかんない状況ですね。まあ、宿題かな。うん、とりあえず、夏期講習のやりたいと思います。ちょっと待って。やべ、やらかした。はい、ということでね、皆さん、見慣れない画角にね、来たと思うんですけど、はい、ということで今からね、夏期講習で出てる課題をね、進めたいと思います。宿題かな？土日の間に結構宿題がめちゃくちゃ大量に出たんで、やりまーす！今が、まあ、大体9時、ちょい前ぐらいですね、9時ぐらいです。死にそう。はい、ということでね、現在時刻、こんな感じですね。もうあれから1時間ぐらい経っちゃった。無理だーということで、今一通りね、夏期講習の宿題はね、片付いたということで、まあ、まだね、めちゃくちゃでけえ宿題が2つあるんですけど、まあ、それは、まあ、とりあえず今日は置いといて、もう疲れすぎて、もう本当に無理なんで、今からね、ご飯でも食べて、
あっち。ああ、はい、ということでね、もう、唯一の活力でございます。こちらが、じゃじゃん。母の手料理ご飯。いや、もうこれが世界で一番うまいから、本当に。親の手料理ご飯ほどうまい飯はないって。もう知ってっから。ということで、食べていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ、いただきます。あー、怖い。まあ、なんでこんな孤独に食ってるかっていうと、今日はね、親が家にいないんで、まあ、そういうとこですね。なんでね、まあ、一人で食べてます。いや、もう。シェイシェイ。はい、ということでね。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今回なんですけど、まあね、今ちょっと夜ご飯食べ終わったということで、現在時刻がね、こんな感じですね。10時40分頃なんですけど、ちょっと今日これからね、動画編集して、まぁ、あ、ちょっと遅くまで追い込んで寝ようかなと思ったんですが、もうさすがにね、今日も朝の4時ぐらいに寝てから、もう9時に起きてって言って、この今日の1日始まってるんで、もうマジで死ぬんじゃないかなって思って、もうガチしんどいんで、ちょっと今日はね、さすがに、ちょっと寝ようと思います。はい。いやーマジで、これはやばいなって久々に思いましたね。じゃあということで今回この辺でね、動画ちょっと短かったんですけど、最後この食器をね、片付けて、もう寝るだけなんでね、ちょっと今回この辺で動画終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回この辺で終わりたいと思います。バイバイ、さよなら。おつにーにょ、バイバーイ。